中野区の平和の森公園内に今月1日にオープンしたキリンレモンスポーツセンターで、明日23日から未来の中野作品展と題した絵画作品展が開かれます。この作品展は未来の中野の街の姿をテーマに、区立小学校・中学校の児童・生徒が描いた作品を展示するもので、今回初めての開催となります。会場はキリンレモンスポーツセンターのエントランスロビーとアリーナロビーを予定。小学生が描いた作品およそ70点と、中学校の美術部などのグループが描いた作品およそ10点が展示されます。開催期間は明日から来月3日火曜日まで。センターの開館時間のみ見ることができます。展示終了後、11月下旬には展示作品を区のホームページで公開する予定です。肉団子さん、はい、未来の中野のイメージお持ちですか？うん、持ってますよ。中野といったらやっぱり中野大好き中野さんが僕はバッと出てくるんですよ、はい、だから未来の中野は大体こう いろんな店があるじゃないですか、はい、全員店員さんが中野さんになってるもうね、中野さんが全部やってるんですよ。斬新なイメージですね。そう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 、何があるか分かりませんから。そうなんですよね、はい。まあ、中野はね、多文化の中野ということですから、うん、どんな人にも優しい街になるといいですね。そうですね、これからの中野にも本当に期待しています。